名古屋市東区で店を構えて55年というこちらのお寿司屋さんショーケースには新鮮なネタがずらり老舗の貫禄が漂いますが出てきたのはえな何これ 名古屋市東区で55年続く吉寿。市こちらで今話題になっているのがい,い,スタですいつもね映えてますツイッターでグルメ情報を見ていたら発見して老舗のイメージとかけ離れたなんともキラッキラなお寿司たちこちらはサーモンとイクラの親子丼 女性に人気なサーモンとイクラをきれいに半分ずつ盛り付けています他にもサーモンとイクラだけでなく A5 ランクの黒毛和牛を乗せた他人丼もさらに裏メニューカクテルグラスに盛ったカクテルクリオネグラスの下からイクラ酢飯おぼろ酢飯飛びこ酢飯と層になっています きれいに見せるのがどういうイカとイクラをクリオネのような飾りにしてグラスを縁取りさらにマグロとサーモンを花飾りにし甘エビウニ黒毛和牛仕上げにモミジの葉やシソの花金箔を乗せて完成 360度どこから見ても美しい SNS 映え間違いなしのひと品です去年の秋からさまざまな映える寿司を生み出してきた大将きっかけはコロナですよねコロナでかなり業績も下がってこれどうするんだとやってくれるか ね、娘も「お父さんこれは大変なんじゃない?」一度インスタに投稿してみたらいいんじゃないのイン,スタインスタって何みたいなインスタって何という状態から半信半疑で始めおよそ1年 1> 今では常連はもちろん若いお客さんも来るようになり抜群の効果が インスタを進めた娘さんは頑張ってるなって思いますお客様に返すコメントがちょっと50代だなっていうのくらいですかね <laughs> え文字の使い方とかすべてがおっちゃんらしいもっともっと頑張ってもらって行列の絶えない店にしてもらいたいなって思います、えー、なんことは7行町寿しで頑張っていこう,う頑張って <laughs>